ミーを目標にするんですけど、今多分実際にもう出る音、レーとかを一番高い音に設定してっていう音を歌いますけど、ちょっとポイントがあります。ここから最後の音に行くまでちょっと溜めます。この最後の音に行く前に顎めっちゃ行きます。ちょっとやってみますけど、あーっていう感じです。で、最後の音だけ腹筋をちょっと体の中に押し込みます。あー、もう一つ、三つ目ですけど、最後の音だけあーじゃなくてあーとおーが混ざったような、普通のあーあー、シンプルなあーじゃなくてあー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 、ちょっとおーが混ざったような声で出します。この3つですね。顎引くで出す瞬間、腹筋入れる、あーとおーが混ざったやつで出す。やってみますけど、で、この要領でレシャープ全く同じようにいきます。次、ミーですね。同じようにあって出すとミーも地声で出るはずです。喉周りには力は入れません。顎引いてこの辺のテンションはもうゆるゆるにしときます。ピーンって張っちゃうと絶対しんどくなるんで、こうたるみがあるぐらいがちょうどいいです。これができたら溜めずにあーってスッといく、顎もわざわざ下げんでもいいぐらいまでいけたら完璧ですね。で、さらにこれができるようになったら、一回グッて腹筋入れるんですけど、また抜いて戻ってくる、元の状態に戻してくる。同じようにこれでミーまでいきます。で、これができるようになると騙さないでみたいな感じで歌に使っていきます。ただなんかこういうとっさにね、騙さないでいきなりやらなくちゃいけない時によくあるのが、勢いをつけようとしすぎて騙さないで息がパーって漏れちゃうっていうことがよくあるんですけど、息は絶対に前に吐きません。騙さないで、なんか水を口の中に含んでそれをこぼさないように歌うみたいなイメージで、最初は難しかったらゆっくり騙さないで、ゆっくり練習していくといいと思います。